はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。ももあんこママ様、ガゴちゃん様、タガコ様、マサエ様、ご支援とお手紙ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。何度もご支援いただき、誠に、ありがとうございます。今日は全員女性ですね。ありがたい、ありがたい。ももあんこママ様、確かこの方ラブラドール飼ってらして、ももちゃんとあんこちゃんっつうのかな、ちょっと不明ですけれども、お手紙や物品でのご支援送り先は、動画説明欄もっと見るをクリックなさって、ください。バババッと開きますんでよろしくお願いいたします。岸田翔太郎総理秘書31歳、厳重注意、大臣更迭や法案準備、総理答弁など公表前の情報をフジテレビ女性記者にペラペラしていた件で情報漏洩ですね。厳重注意、パパに怒られたそうであります。ネットの話です。バカ親子が、中国なら銃殺だぞ。本当だよね。アメリカだってなんか懲役何十年とかなりそうだね。パパに怒られて終わり、優しいね。親父は増税、息子は漏洩。うまいこと言うな。誰も信じられないから息子を秘書にしたのに、ダダ漏れは草。フジテレビの仕掛けたハニートラップに岸田のボンボンがハマったっていう話の流れなの？長男だから辞任は検討しない、総理辞任で勘弁しといてやる。責任取って総理が辞任しろ言い出してる人も、これもいいな。ガースの長男の習文といい世襲だね。ハニーとされるのが富士政治部記者の長島理沙さん、27歳ですね。こんな方、美人ですね。ビギバシェキラ、神様がくれた甘い甘いミルケンハニートラップという感じでしょうか。突然歌いです。翔太郎は31歳。独身か既婚か、どこ調べても不明なんですけれども、結婚しましょうみたいなことを言われて、コロッと参っちゃったのかな。独身の可能性は高いんですけれども、まあ、既婚だったらね、まあ、浮気、不倫、不貞っていうことになって、奥さんと子供、傷つきますし、まあ、子供一家とかわかんないですから、家庭が壊れるので、独身だといいっすね、翔太郎さんね。誰も信用できないから、息子を秘書にしたのに、情報ダダ漏れ。爆笑。まあね、中国だったら、スパイ行為で即刻死刑。アメリカでも懲役30年とか、じゃねえのかな。フジテレビイコール、中国、韓国政府、なんだしさ。パパに怒られるだけで終わりなの。もう大臣を3人辞めさせてるのに、身内には甘いっすね。総理の長男いろいろ、ガースーの長男官僚13人を接待、一夜で1人7万4000円超えた接待もあった。何屋さんで接待したんでしょうね。経験ないんで私は分かりませんけれども、高級キャバクラとかってこのぐらいいっちゃうんだろうか。7万4000円1人。ガースー長男が関係し、結果として公務員が倫理規定に違反する行為をしたことは大変申し訳なく思うと。中でもですね、4人幹部4人に対しては全部で19回接待したっていうのがもう分かっちゃっていると。菅直人の長男の源太郎、岡山から衆院選に立候補して落選した。記者、政治家の世襲はダメって言ってませんでした？菅直人、選挙区が違うから地盤を譲ったとかでないからセーフ、適任者を探していたらたまたま息子だったからセーフ、なんじゃそりゃっていうね。菅直人本当にね、こいつが一番嫌かもしんないな、私。過去の総理の中で。12月9日、自民党政調会議、発言者は58名、増税に反対、もしくは否定的、42名、賛成は稲田朋美、小渕優子など16人。圧倒的に反対多いんね。鬼木さんにはがっかりした。
賛成派の香ばしいこと言う、安定のドリル有効、賛成しているの知らんやつばっかり。稲田さんと高村さんにはいい印象あったのに残念。稲田さんね、あの最近ジェンダー言ってブレてますよ、なんだか。次の内閣改造、賛成した議員は何人入るのかな。増税に賛成しとご褒美に大臣にしてもらえる、というようなですね。反対派が多数なのに強行するのかなぁ、増税したら選挙で不利になるんで反対多数はまあ当然ですね。そんでも押し切ろうとするのはなぜなんだ。今でも実質税負担率 48.1% の重税国家なんですよ。お前らの子や孫も重税に苦しむんだから、バカども、財務省もバカ揃い、財務省官僚もバカ揃い、寝ても覚めても増税のことばっかり考えてる財務省官僚、お前らの子や孫が財務省官僚になれるとは、いや、あの全然保証ねえからな、むしろなれない可能性が高い。なのに、自分の子供も孫も重税に苦しむのを一生懸命やってるバカども、本当にね、あの物の本質が見えてないっていうか、まああの目の前の周囲のことしか目に入んないんだろうな。ふるさと納税流出額1位川崎市95億円2位世田谷区83億円だそうであります。レトロなんです。川崎の返礼品キムチだし、キムチ送ってこられてもな、そりゃ外国人に有利な条例ばっか作ってりゃそうなる。日頃から税金ぼったくりすぎ、納税したら外国人のために使われるんだろう、市政がバカらしくて払いたくない、日本人だけ対象のヘイトスピーチ条例作っちゃった川崎市ですしね、世田谷区もですね、元社民党のゴリゴリパヨ区長だし、意味もない PCR 検査区の金でやりまくって大失敗してましたしね、ヘイトスピーチ条例といえば相模原市の流出額ってなんぼなんでしょうね、気になりますね。あっこもね、作ろうかなんて、言い出してて、ちょっとあの裏の人に聞いたところに言いますと、あそこはね、あの市長がね、元あの自民党の県会議員、市会議員なんだけど、相模原市の議員なんだけど、バカなんだよあいつっていう、ほんとバカで、騙されてるんでしょうね。まあ、あとゴリゴリパヨ市長の武蔵野市とかの流出額を知りたいな。川崎市人口154万人、世田谷区人口94万人、鳥取県人口57万人ということで、川崎県、世田谷県はなんで実現しねえのか、こんなにあの巨大すぎる市って、なんかあのおかしくなってませんか。自治体はね、あの30万人前後が一番効率がいいってされてんですよ。持論ですけど、あの巨大すぎる市や区は中で何やってるかよく分かんないから、県に昇格させてですね、分割すべきなんだよな。川崎なんかはあの5つぐらいの県に分けるべきなんじゃないかな。29万人の豊島区もですね、豊島県で東京都から分離して、あれすりゃいいんじゃねえのかな、国と直接取引っていうか、その方が無駄なくていいんじゃねえの、効率的で。東京都1400万人も自治体として巨大すぎますよ。ここもね、だから豊島県とか新宿県とか渋谷県とか作って、東京都は、もちっと人口を減らすべきじゃないのかな。埼玉市見たくですね、浦和と大宮が合併、あと、いろんなところが合併して、埼玉市っていう巨大な市誕生してみましたけれども、パヨと公務員が、このように合併したがるのは、巨大な自治体作りたがるのは、ポストが増えるからですよ。これ無駄が増えんですよね。なんかね、省庁再編とか言って、その昔やってましたけれども、例えば厚労省なんですけど、厚生省と労働省が合併して厚労省になりましたよね。厚生省トップと労働省トップは、そのままで、その上に厚労省トップ、と、その代理とか、秘書とか、政務官とか、トップのチームが出現するってね。ね、増えてるんでしょ、ポスト。で、無駄も増えてるんですよね。議員は役人の還元に騙されてはいかんぞ。官僚、役人とパヨは合併したがんだから、自治体巨大な方がポスト増えていいやつって、たがれるわ、今以上に。って言って、言ってくんだから、騙されんね。30万人前後の自治体が一番効率いいんだぞ。豊島県、新宿県、大田県、世田谷県。世田谷はね、今でもちょっと出かすんから、
世田谷北県とか南世田谷県とか2つぐらいにした方がいいな、私は考えております。マスク後のツイッターでツイートに対するアクセス数が可視化されました、フォロワー133万人の朝日新聞や83万人の読売新聞のツイートアクセスはほとんどが数千回止まり、70万人の産経は1万回を超えるものが多く、中には5万回のもあると。ネットニュース編集者、ツイッターは保守優勢だからでは、なんて分析してましたけど、ネットなんです、パヨのインチキやめたらこんなまま下駄吐かせないとゴミとかす朝日。パッと見たけど表示数で朝日の3倍以上はあるな。産経ツイッターは保守優勢なので設定ブレてない、この設定ってのはパヨ優勢ツイッターはみたいな設定だった、朝日みたいな意見が受け入れられやすいのだよ。だからしょっちゅうトレンドになるのだよなんて言ってたのに、本当はそうだというのはうすうす知ってたけど、保守が優勢である。ツイッター上では、パヨは悔しくて認められなかったんだよ。パヨメディアの報道は妄想入りだから、朝日と産経もツイッターとしては弱小だぞ、朝日より産経よりもひろゆきさんとか百田さんの方がツイッターでは強いですね。アクセス数も、10倍ぐらいあります。今までどんだけ朝日や毎日などのパヨメディアが優遇されてたってことですかね、旧ツイッターはですねアクセス少ないトレンドになるほどでないものが、アクセス少ないトレンドになるべきでないツイートを無理やりトレンドにしてたんでしょうね。旧ツイッター、3分の2ぐらいクビになった人らが、朝日や毎日を読みたい人は高齢者が多くてツイッターやってない可能性もあるな、だからツイッターは保守が優勢なので、若者が多いからそうなるみたいな気もするな。時間の経過でツイッターやりまくりの70歳や80歳も増えていくだろうから、これ今ツイッターやりまくりの私もですね20年経てば70代、がん再発しなければね、嫉妬その時もまだツイッターやってんだろうから、ツイッターやりまくりの75歳ってなのかな、パヨの未来は真っ暗結界であります。私が生きてるうちに何としても朝日新聞の倒産が見たいんで、皆様応援よろしくお願いします。デトックスジャパン。